はい、こんにちは、こんばんは。お元気でしょうか。皆さん、モーニング、朝食をね、お店で食べたいなーっていう時があると思います。その喫茶店とかさ。まあ、喫茶店は行けないけれども、そのファミレスみたいなところで朝食をね、やってる。24時間やってるようなところで行ってみると。食べてるよっていう人もいると思うんだけど、私朝食をね食べるっていうことはあんまりないんだよね。さ、パンを焼いて食べるとかさ、そういうのもないなと思って、うん。だからね、その米田とか、米田じゃなくてもさ、あるじゃん、そういう星のコーヒーとかさ。そういうところでモーニングやってますみたいな感じであるんだけど、ちょっと試してみたい部分はある。うん。ただね、まあ、食べる習慣が、がっつりさ、食べる習慣がないので、っていうのもあるし、やっぱ、コンビニとかで済ませてしまう部分があるんで、どうなんだろうっていうのはありますね。はい。なんかツイッターでね、コーヒーとかに詳しい人なのか、まあお店をやってる人なのかわかんないけど、そういうチェーン店に試しに行ってみたんだって。試しにっていうか、まあ、行くことがあったらしいんだけど、なんかね、コーヒーっていう風に言ってる割に、コーヒー店っていう風に言ってる割には、そのコーヒーの味がしない、薄いっていう風に言ってたりしてって、でサンドイッチも手作りだって言ってる割には、手作り感っていうか、そういうなんか、どうなんだろうっていうのがあるみたいですね。っていうふうに、そういうふうに言ってて、まあその人の、まあ信者じゃないけど、みたいな。あ、まるまるさんでもそう思ってましたかって。僕もなんか、あんまりね、その、惜しいとは思わないんですよね、みたいな感じで言ってて。フォローしてる人が、やっぱいてて。うん。で、僕は、もしコーヒーを入れるときは、インスタントじゃなくてね、粉から引いて、まあ、コーヒーを入れる派なんだけども、コーヒー、そういうチェーン店のコーヒーじゃなくて、コーヒー店、コーヒーを、仕入れている、そういうコーヒー豆店みたいなのところに行って、買っていますっていうことを言ってて、そこのね、チェーン店も、星のコーヒーだったり、米田コーヒーだったり、そういうところも米を、売ってるんだけど、そこでは買えませんね、みたいな感じで言ってて。まあ、その時に、たまたまその時に、コーヒーがたまたま薄く感じたのかもしれないんだけど、まあ、その人はね、そのコーヒーに毎日っていうかさ、まあ、たまたまいただけの話なのかもしれないんだけど、毎日行ってれば、その同じ店に行ってれば、味の村っていうかさ、その日の村みたいな感じで、検証できるんだけどさ、なんかたまたま行った感じで、なんか呟いていたんで、っていうのはあるんだよね。たまたま行った日は味が薄い感じだったのかもしれないし、どうなんだろうね。そういうチェーン店で味が薄いっていうのはわかんのかな。
私はあまりさ、そのコーヒーを普段から飲んでいるっていうわけではないので、味が薄いとか濃いとかっていうのはいまいち分かってないんですよ。なので、あ、そうなんだっていう感じなんだけど、だから話が逸れちゃったけどね。はい、以上です。それでは皆さん、さようなら。